どうも花澤香菜です。私が今どこにいるか分かりますか？すごいなんかお酒の感じしますよね。私実はですね、あの増田特兵衛商店さんという会社にお邪魔しております。なぜかというと、私が一番好きな日本酒を作っている会社なんです。そうなんです。なのでもうワクワクが止まらないんですが、ここね、皆さんわからないかもしれないけど京都なんです。京都までなんとロケに来ちゃいました。やったー。私がね、なぜ日本酒が好きかというと、まあ知ってる方もいるかもしれないけど、私今声優という仕事をしててね、なんか翌日の喉にちょっとこうお酒が残っちゃうみたいなことは結構気にするんですよ。でも日本酒だけはなぜか私の喉にめちゃくちゃ合ってて、翌日の朝なんか幼いあの女の子とかをやっても全然影響がない、むしろテンション上がって出るぜみたいな感じの、そうなんです。まあ、そういうところから入ったんですけど、旅先で出会った土地の日本酒を飲んだりとか、こういろいろこう試していくうちに、日本酒ってなんて奥深いんだろうっていうね、その魅力に取りつかれまして、日本酒をたしなんでいるという感じですね。はい。で今回は一番推している日本酒を作っている増田特兵商店さんにお邪魔しております。なのでちょっと酒蔵をね、見させていただこうと思います。やったん。それでは行ってみましょう。ゴー。今日案内してくださる増田特兵商店の増田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。増田さん、社長さんなんですよね。はい、そうなんですよ。実は去年代表になりまして。去年。そうなんですね。はい、父が会長で、私が社長でっていう感じでやってます。社長自ら案内してくださるってすごい贅沢な。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずは増田特兵商店さんがどんな会社かっていうのを教えていただいてもいいですか？はい、はい、ありがとうございます。はい、我々は創業が1675年で、そう、私もホームページ見てびっくりしたんですよ。そんなに前からみたいな。もう歴史上の、京都やっぱ古い企業が多いですから。まあそうですけどね。はい、すごいですね。はい、なんで350年ぐらいこの場所でずっとお酒作りをしてます。増田特兵衛っていう人が創業して、はい、ずっと350年間お酒を作り続けてる。家族内でずっと、まあ、350年間酒造りをしているという感じになります。はい。で、基本は月の桂っていうブランドを、ね、はいはい、先ほどおっしゃっていただいた。みんな知ってるでしょ、月の桂。なんか私、はい、京都で初めてその月の桂のお酒を飲んだんですけど、はい、いや本当なんか飲みやすくって、うん、先ほどお話聞いたら、はい、女性もそうですね、すごい好きな方いっぱいいらっしゃる。割とやっぱ伏見っていうこの場所のお水が柔らかいので、はい、そういうことなんですね。はい、すごく飲みやすいお酒を作ろうよっていうので、いろいろ月の桂っていうのは基本的に全ての商品が飲みやすくて、こう、はい、スッと溶けていくようなお酒が。そうですよね。はい、ちょっとまんまとやられております。私は。ありがとうございます。ありがとうございます。では早速どんな日本酒があるのか見せていただいてもいいですか？はい、大丈夫です。いきましょう。はい、月の桂さんのお酒を、はい、いくつか用意していただきましたが、では説明させていただきます。お願いします。はい、じゃあまず、うん、実はこれ白く溜まってるやつが濁ってますね。はい、いわゆる濁り酒ですね。はいはい、実は、我々月の桂が日本で初めて、濁り酒を作った酒蔵なんですよ。それ濁り酒ってそもそも一体何なんですか？はい、何が濁ってるんですか？はい、これはまあめちゃくちゃ分かりやすく言うと、はい、お酒ってお水とお米で作るので、はいはい、その溶けたお米のようなものができてるんです。へー、はい、それと酵母っていうのが入って、はい、こうシュワッとシュワシュワして、発酵してるっていう。はい、で元々はドブロクっていう、はいはい、いわゆるこうマッコリみたいなものがあったんですけど、はい、日本酒っていうのは 100% こさないと日本酒として販売してはいけないよっていうのが昔決められてて。そうなんですね。そうなんですよ。そういうのがあって、濁り酒っていうのが出てなかったんですけど、はい、まあ、私の祖父が、
シャンパンのようなこう瓶内で発酵しているシュワッとしたお酒を作りたいということで、こう濁り酒っていうのを開発にすごく携わって、いろいろ国とこうやり取りをして、やり取りしてこれを作っていいかって、はいはい、すごい、こういうのを作ったっていうのが、まあ、濁り酒です。そうなんですね、はい、じゃあもう本当に元祖濁り酒を、そうですね、飲めるってことですね、はい、うわで、他の行くと、はい、まあ、この辺りは、いわゆる純米酒とか多分ご存知だと思うんですけど、はい、純米酒、純米吟醸酒とかで、はい、割と定番の、はい、これドンって月の桂っていうのがあるのもあれば、もともとこの漢字だけだったんですけど、うん、まあ、もっと外国人の方とかも今日本酒って酒って言ってめちゃくちゃ流行ってるので、まあ、そうですよね、はい、分かりやすいように、実はロゴっていうのを昔のうちのショップマークみたいなものから作り直して、基本このロゴマークが今メインで、月のかつらといえばこうですっていうのでやってるんですけど、はい、先ほども、ね、おっしゃってくださってた稼ぎ頭っていう、はい、お酒なんですけど、まあ、へんてこな名前なんですが、はい、普通の日本酒がまあ大体14度から16度ぐらいアルコール度数なんですけど、これは実は 8% なんで、普通の日本酒の半分、ちょうど半分ぐらい。そうだったんですか。だから、口当たりもこう軽くて、まあ、すごくこう若いお酒なんです。なのでこう酸味と甘みがあって飲みやすいよっていうお酒なんですね。なんかスイスイ飲めるなと思ってたんですよね。そうですね。そうでしたか。はい、これが、実はうち濁り酒とともに、はい、開発した翌年1965年から古酒、はい、いわゆるヴィンテージの、はい、日本酒をずっと作り続けてるんですよ。でまあ、シャンパンとかワインでいうと結構こう当たり前というか、こうヴィンテージのワインが何年ものがっていう話になるんですけど、日本酒って意外とそういうイメージが、聞いたことないですね。ないですよね、はい、なんですけど、実はうちすごく特別な製法で日本酒を、貯蔵して、これは、10年ものなんで2013年ヴィンテージなんですけど、そういうのも販売したりとかしてます。そうなんですね、はい、気になる。もう黄金ラベルですもんね。これちょっと特別感のある感じで木箱に入ってくるんですけど、はい、やっぱ全然違うんですね、香りとか。全然違います。びっくりする感じで、はい、ちょっと洋酒っぽいというか、シェリーとかウイスキーみたいな香りになったりとか、はいはい、なるほど、はい、私この稼ぎ頭、はい、あのこの名前すごくないですか、はい、まず一回見たらあんま忘れへんみたいな、はい、なんで稼ぎ頭になったんですか。これもともと、まあ、こう新しいこういうカテゴリーの味なんで、はいはいはい、稼ぎ頭になってくれっていう意味を込めて、そういう意味だったんだ。ちょっとダジャレ風に、あ、ダジャレ風に、ちょっと名前からするとすごい辛口で、はい、がっつりな味かと思いきや、そうそう、なんかもっとね、その、はい、なんか大物出てきたぞみたいな感じかと思いきや、めちゃくちゃ飲みやすくって、お料理にも何にでも合うような感じで、本当、はい、うん、スイスイ飲めちゃって、そこからもう稼ぎ頭がもう好きになっちゃってしょうがなくて、はい、もうお取り寄せして、あんまりお家で飲まないんですけど、はい、稼ぎ頭だけはうちで飲んでますね、はい、おー、めちゃくちゃ嬉しいですね、はい、でもそういう結構ほんまに女性にめちゃくちゃ人気なんで、やっぱそうなんですね、はい、では増田さん、いよいよ酒蔵を見せていただいてもいいですか、はい、大丈夫です、行きましょう、行こう。酒造にやってまいりましたが、はい、すごいいい香りがしますね。まさにお米の炊きたてな香りが。本当に、いやでもやっぱりなんかこう日本酒っていう感じもしますね、はい、そうですね、向こうにはどんどん今発酵してる日本酒のタンクがあるんで、どんどん発酵してってるんです、はい、うわ、すごい、なんかいっぱいなんか大きい何かがあるんですけど、はいはい、これ何なんですか一体。実はここが、はい、毎朝お米を蒸す、こしきっていうところなんですけど、はい、こしき。で、これが、ここに水を張って、はい、実は今右にあるこれで、はい、お米を入れると、あ、ここに、全部お米が入るんですか、はい、そうなんですよ、ここにお米を入れて、まあ、この台車みたいなんでガラガラとこう引いてきて、はい、ガラガラで上に乗せるんです、はいはいはい、で、いわゆるせいろ蒸しみたいな形で水の、お湯の蒸気でお米を蒸していく。じゃあもう大量のお米がここで蒸されるってこと、はい、もう何百キロっていうお米を、毎朝約5ヶ月間ぐらい毎日蒸し続けて1年分のお酒を作る。うわーすごいですね、はい、ここめちゃくちゃ気になるんですけど、はいはい、ちょっと入ってきてもらっていいですか。なんかね階段があるの。そう、実はここの奥で火を出して、あ、そう、ここで火を、はい、ここで火をつけて、はい、このお米蒸しのお水を温めていくっていうのなんですけど、そうなん
ですね。なかなか最近にはないような。なかなかないですね。ワクワクしますね、はい、何やらなんか工事室って書いてありますけど、はい、ここでは何をするんですか。これはまさに、はい、お聞きになられたこともあると思うんですけど、はい、工事っていう、はい、いわゆる日本酒を作るのに必要な水と米と麹っていう発酵の成分をここで作ります、はい、なるほど、はい、あ、じゃあさっき蒸したお米たちをこっちにやって麹にする、こちら持ってきて作っていくっていう感じなんです。あ、そうですか、はい、で麹が作れたら日本酒が作れるっていうぐらいこの麹作りっていうのがすごい大事なんですよ、日本酒の工程で。へえ、なんかすごいこれ扉になってません？そうです。ちょっとじゃあ中をいいですか、開けてもらって、はい、やったー、わー、あ、すごい大きい扉、大きい、重そう。こんな場所で広い、すごい奥行きありますね、はい、ここが工場を作る部屋で、工場作る部屋なんですね、はい、なんかちょっとこうサウナみたいな、はい、はい、なんで高温多湿でやはりカビさせてあげるというか、はい、工事の力をつけてあげるっていうのがこの場所で、ここで発酵のスターターを作っていきます。すごい、香りもいいですね。本当になんかサウナの部屋みたいな。そうなんですよ。サウナっぽい感じで、ここでじっくりじゃあ工事になっていくってことですか、はい、そうです。ありがとうございます、ありがとうございます、はい、最後ここに案内していただいたんですけど、なんかすごいタンクがいっぱい並んでますね、はい、ここはまさに、はい、ここは、お酒を実際に仕込むタンク室です。ここが今回お見せする最後の場所になるんですけど、はい、これなんか番号振ってありますけど、はい、何の番号なんですかこれ。これね、1回にいろんなお酒を仕込んだりするんで、はい、何番に何のお酒があるかっていうのを分かりやすいようにっていう番号なんですけど、そういうことなんですね、はい、あ、じゃあ違うお酒が入ってるってことですか。そうです、当然全部同じお酒を仕込む時もあるし、はい、2個ぐらいだけよ、例えば純米酒仕込んで1個純米吟醸酒仕込んでって言って、はい、でこのお酒が全部出来上がったら絞って、うん、いわゆる瓶詰め、やっとお酒になっていくって感じなんですけど、まあ、そこをずっと絞ったらまた洗って新しいの仕込んでっていうのをローテーションで、まあ、半年間ぐらいやっていくっていう感じです。でも本当すごい量ですね。めちゃくちゃ大きいです。めちゃくちゃいっぱいありますね、はい、とはいえこの大きいタンクを1回で仕込むんではなくて、はい、実は初めにすごい小さいタンクで、はい、いわゆる発酵の赤ちゃんみたいなバランスを取るのを作るんですよ。でちょうどラッキーなことに今日ありますんで、はい、ちょっとお見せ、はい、しようと思います。え、嬉しい。実はこの中に、いきます。どうぞ。ブクブクの、見て、すごいブクブクしてる。最初こんななんですね。そうなんですよ、まさにお酒が生きてるというか、本当に香りも多分なんか次々とブクブクしてちょっと酸味があるというか、うんうん、いわゆる日本酒の、やっと日本酒になってきたなっていう、やっとそうですね、はい、日本酒の匂い、そうです、いいですね、はい、でこのタンクでバランスを取ってから、はい、大きいタンクに移して、はい、大体3回から4回水と米を足していって徐々にこう日本酒にしていくっていうのが工程になります。じゃあすごく大事な、そうです、めちゃくちゃ大事な、もうほんまの赤ちゃんのように可愛がって育ててお酒を仕込んでいこうっていうような、はい、そうなんです。うわ、貴重ですね、ありがとうございます。ざっくりこんな工程で日本酒は作っていきます。はい、ということで私の大好きな日本酒のことをたくさん教えていただき、そして貴重な酒蔵までね見せていただいたんですが、なぜ私が、京都にやってきてですね増田特命商店さんお邪魔してるのかっていう理由を最後なんですけどお伝えします。なんと私花澤香菜と増田特命商店さんのコラボ日本酒の販売が決定しました。やった。そうなんです。でね、これコラボさせていただくお酒がですね、稼ぎ頭です。やったー。さっきね、その私が一番好きな日本酒を作られているこの月の桂さんでって言ったと思うんですけど、その中でもやっぱ稼ぎ頭が一番好きで、で本当に第一希望というか、その日本酒コラボできるよってなった時に稼ぎ頭がいいなって。でももしかしたら無理かもしれないけどちょっと当たってみてくださいって言ったら本当に
もう第一希望そのまま OK していただいて本当に嬉しいんです。ありがとうございます。その稼ぎ頭がこちらです。はい、これね、今回のこのコラボ用にラベルをデザインしてですね、私の名前もちゃんと入ってたりとか、トカゲのマークね、はい、私がお家でトカゲ飼ってるからね。あと瓶の色とかも結構どの色がいいかって私もこだわって選んだりしてるので、そうね、日本酒普段飲まないという方にこそちょっと飲んでほしいなっていうか、本当にね稼ぎ頭飲みやすいのでぜひ試していただければと思います。12月2日開催のディスティネーション株式会社で販売、現地販売予定です。さらに日本酒グラスも合わせて、はい、販売になりますので、よかったら皆さんぜひ見てみてください。ということで今回は増田徳兵衛商店さんで素敵なロケさせていただきました。本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございます。めちゃくちゃ楽しかったです。完成した日本酒しかね普段こう見ることできないし、ね、こんなに歴史あるところで作られてるんだとか、はい、日本酒の赤ちゃんみたいなところを、うん、ブクブクしてるところを見れたりして、なんかより愛情がこう湧いてくるというか、はい、ありがたく飲もうって思いました。本当にありがとうございました。こちらこそお越しいただきありがとうございます。はい、あとコラボも本当にありがとうございます。いや、めちゃくちゃ嬉しかったです。今日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。コラボ日本酒よろしくお願いします。またねー。